せーの、えいえいえい。今日行われたのは2029年度の開業を目指す JR 三宮駅の新しい駅ビルの起工式です。新しい駅ビルは地下2階、地上30階建ての高さおよそ160メートルで、神戸の食文化などを発信する商業施設のほか、ホテルやオフィスなどが入居する予定です。この駅ビルの建設はある課題を解消することも目的としています。三宮には阪神電車のほか JR や阪急など合わせて6つの駅がありますが、それぞれの駅が分散していて乗り換えがしにくいことなどが課題の一つになっています。神戸市が新たに進めるのは、三宮にある6つの駅を大きな一つの駅に見立てるという構想です。楽だとは絶対思います。梅田の地下ダンジョンみたいにはなってほしないですね。駅前はきれいになるから、乗り換えの時便利の方がいいよね。新しい駅ビルを中心にそれぞれの駅をデッキなどでつなげることでアクセスを改善し、段差をなくすことで車椅子の人も安全に利用できるようになります。大阪や京都と比べて遅くなった三宮の再開発、それには神戸ならではの理由がありました。1995年に阪神淡路大震災、大きく被害を受けたわけでございますけれども、新たな次の街づくりに対するですね、投資がなかなか前に進まなかったというのが現状でございます。2015年にですね、新たなビジョンであるとか再構想ですね、発表することができまして、それを契機にですね、今新しい街づくりがスタートしていると。2030年頃には新たな三宮の姿が見られる予定です。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。